地球軌道でのアポロ7号のフライトで使用された s イブブ。アポロ7号はサターン i b を使用したが s イブブはサターン V にも i b にも搭載されていた。J0023 は2002年9月3日にアマチュア天文学者陽光が発見し小惑星と推測されていた物体に付けられた番号を。後の詳しい観測によってこの物体は小惑星で なく、アポロ12号で使用されたサトアン V ロケットの第3弾ステージ s イブ部であることが分かった。最初に発見された時、その物体が地球周回軌道上に存在することが直ちに分かったが、地球を周回する大きな物体は月だけだと思われていたので、天文学者たちは驚いた。月以外の物体は、地球、月、太陽の三体から受ける影響による動によって、 そう長くないうちに地球周回軌道から離れていってしまうからである。ゆえに J002E3 はごく最近に地球周回軌道に入った物体に違いないとされたが J002E3 の軌道に一致する最近打ち上げられた宇宙機は存在しなかった。30メートル級の小惑星であると説明されたこともあったがアリゾナ大学のカール・ハーゲン・ローザーラは J002E3 の電磁スペクトルが白色に酸化チタン塗料のものと一致することを発見した。これはサターン V に使用された塗料だった。J002E3 の軌道をバックトラッキングしてみると、この物体は太陽を31年間周回していたことがわかり、1971年には地球近傍に存在していたこともわかった。よって、 アポロ14号ミッションの一部なのではないかと思われたが、NASA は14号のミッションで使用されたすべてのハードウェアの所在を把握していた。残った唯一の可能性はアポロ12号で使用された s イブブだった。NASA は当初 s イブブを太陽周回軌道に投入する予定だったが、アリッジモータの燃焼超過により地球月システムを離脱するほどのエネルギーが与えられなかった。 そして s イブブは1969年11月18日にガツキンボを通過した後地球を周回する準安定軌道に入った。最終的に s イブブはロストした。J002E3 は2003年6月に地球周回軌道を離れたと考えられ、2032年頃にまた地球周回軌道に入る可能性がある。ありがとうございます。